よう、宇崎。今日休みだけど様子見に来たよ。真面目に働いてるか？桜井くん、またなんかやったの？まったく、本当に毎度毎度この男と来たら。いつの間にか職場での信用をすっかり失ってた。あの、こんにちは。それで皆さんにご迷惑をおかけしているんじゃないかと。いえいえ、ご心配には及びませんよ。いつもの明るい花ちゃんでしたよ。俺も思い出そうとはしてるんですが、すみません、まだ何とも。うちで桜井くんと花と料理教室をしていたんです。はじめはいつも通りだったんですけど。そうですよ、お母さんが悪いわけでは。それそれですよ、絶対それ。おお、何がですか？教えてください、アミさん。女子を下の名前で呼ぶのは抵抗があるって前にも。知ってますけど。だからってなんでお母さんは平気で呼ぶんすか？順番的にも普通私でしょ。それは笑ってはいけない。でもさすがに少しかわいそうかも。私も桜井くんに名前で呼ばせてるし。じゃあ慣れればいいじゃない。ってことで今から全員下の名前以外で呼び合うの禁止。秋彦って呼んでね。なんでちょっと可愛く言ったんですか、秋彦さん。頑張って、新一くん。ファイト、新一くん。じゃあ私たちあっちに行ってるからごゆっくりね、新ちゃん。また前と同じことを繰り返して、お前を不愉快にさせてダメだな。俺は本当にごめん。名前言わずに済まそうとしてないすか？もっと呼んでくれたら許してあげます。ごめんな、花。もう一回。花、悪かった。いいよ、許してあげます。でもちょっとずつでいいから慣れてくださいね。新一さんの方がいいすかね。可愛いとこあるじゃないすか、新一くん。うっさい、顔見んな。